神山です。日本の実質輸出がリーマンショック前のピークを超えて高い水準となり、デフレ懸念を払拭するきっかけになると考えます。長い間ピーク以下の生産量だったはずの輸出系企業は設備や従業員が余っていたと思われます。しかしピークを超えて1年以上が経ったので、そろそろ積極的な設備投資や雇用の増加、賃金の上昇が起こるかもしれません。ちょうどコロナ禍からの正常化が始まりそうなので、内需への広がりも期待できます。日経平均は来年6月に3万円を超えると予想します。円安の影響で日本は貿易赤字となっているとの報道だが大丈夫かとの質問がありました。外需が引っ張る日本経済の回復シナリオでは、輸出の金額ではなく数量の回復が大事です。日本の輸出企業の生産が活発になり、余剰がなくなり、設備投資や雇用が増えることがデフレ脱却に大事です。確かに輸入する原材料の価格が上昇すると加工品の利益率が落ちる可能性はありますが、実際には販売数量が高水準と思われ、利益も高水準を維持するでしょう。国内産業は円安でコスト上昇の価格転嫁が難しいですが、コロナ禍からの脱却と輸出産業の好調が影響し、収益環境、ひいては雇用や賃金も回復すると見ています。円安で輸出金額が伸びるのではなく、数量が伸びれば輸出企業の生産の量が伸び、結果として設備や人が必要になります。アメリカの景気が後退しても輸出数量が横ばいであれば、日本の輸出企業の設備や人への投資が続くと期待できます。以上、神山でした。